十日町市と津南町を舞台に3年に一度開かれる大地の芸術祭が今年7月に始まります。今回のテーマは五感体感です。今日は大地の芸術祭の総合ディレクター北川フラムさんなどが花角知事を訪れ今回の概要を説明しました。2000年に始まり3年に一度開かれる大地の芸術祭、前回は新型コロナの影響で2022年に延期したため今回は2年ぶりの開催です。今年は五感体感をテーマに木材などの身近な素材に触れたり光や音を使ったパフォーマンスを楽しんだりできるということです。また初めての試みとして予定されているのが1000人規模の大地の運動会、多国籍の人たちが越後妻有に触れる機会を作るということです。五感で体験するような作品及びそういう施設を結構作っていると。ゆっくりと回ってもらえるといいですね。それがやっぱり何よりだと思うんですが、今年の大地の芸術祭は7月13日から11月10日まで開催されます。